ゆっくりの、怖い話。バチャブタだけど手の震え止まらん。2チャンネル、南J、南J といえば野球民ですが、最近は別の勢力もかなりいます。それがバチャブタと呼ばれる人たちです。バチャブタだけど手の震え止まらん、助けて。今月の支払い、マジでやばい、助けて。謎の20万超えの請求書です。何に使っているかというと、バーチャルな豚を育てるゲーム。ではなくバーチャルなアイドルに投げ銭した請求書です。つまりバチャブタとは VTuber にハマっている人たちのことです。どうしたらいい？全部スパチャ、マジで助けて。何から助けてほしいのでしょうね。誰にそんな貢いだん？クズハや。今調べたらこのクズハという方は男性ですね。1は女性のようなのでここからは女性ボイスでお送りします。飲み会とかおごりまくった年末年始とか旅行行った月はこんなもんやろ。何もなしでこれはね。マジで本当にスパチャだけ。計算合わないのは2枚目があるから、全部スパチャ。マジでどうしたらいいの？助けてくれ、俺の20万。自分で使ったんだから自分で払えや。なんでスパチャしてしまうの？推しの反応が見たいから。ちゃんと反応されるんか。ほんの数秒だけな。そんなことのためにお金を使えるとかやばいっすね。推しって誰や？今は V スポミトル、その前までラミーだった。せめてメンバーは入るぐらいにしとけ。バカすぎて草、マジで金に余裕があるやつ以外こんなんよな。面白い人種や、保険の受け取り人に推しの名前を書いてからが勝負だろ。そんなやつ本当にいるんでしょうか。20万はマジで痛い。マジでこれっきりにしたい、助けて、病気かもわからん。提案もっと投げようや、他人の幸せに貢献するって素敵なことやで。それは素晴らしいことですね。Y も V 見るけど、スパチャはせんわ、したいとも思わんしな。Y も同じ V に累計50万は注ぎ込んでるけど後悔はないで、どうせ他に使い道もないし。使い道がない、だと。まだスパチャよりソシャゲの方がマシだろ。僅差で、キャバクラで金使ったってだけやろ。また稼げばいいやん。人に迷惑をかけない使い方なら何でもいいと思いますがね。国技がどうとかいつも言ってるやつやん。どんだけ自己顕示欲あるんやお前。なん、誰と勘違いしとるんや。真相組とか大喜利の話題いつも上げてたやろ。だから誰だよ、知らねえよ、どうすんだよ。じゃあこれそいつが払うのかよな。何言ってんだこいつ。なんかキレてる風の演技しててくさ、V スポとか特に知らなそう。ああ相手しちゃいかんやつか、くだらね、狭すぎだろ、全部一緒のやつだと思ってろよ。キレてる風の演技を指摘されてますね。ふん、俺なら底辺 V にタダで反応もらって気持ちよくなるけど、どうせゼロのとこ行けばコメントしただけで喜ばれるのに。金を払わず楽しむ貧乏豚もいるようです。自分壊してまで他人に貢ぐ意味あるか。バカやろ、ギャンブルしてた方がマシだわ。いや無駄とかじゃなくてどうすんだよ。20万釣りならお前ら肩代わりすんの？誰か払ってくれるの？なんか切れ方に無理がある気がしますね。ネタくせえな、広いやろ。 ID つけてみろ。迷彩画像をネットで見つけたものだという人が現れます。そしてさらに正解。あ、誰かが元画像を見つけてきましたね。くさ、解散、広い画でこんなことしてるエッチが一番闇やん、うわ。バチャブタよりもこんなスレを立てる方が問題ありそうですね。はぁ、メント。はぁ、メント、正体表したね。嘘松バレバレでくさ、病気だよお前。いろんな意味で病気かもしれません。加工に騙されるクソバカっているんだな、めんどくさい。ID 付きで画像を上げました。ということはこっちの画像が加工だったのでしょうか。歪んでますよ。なんで画像歪んでるの？これは1の勝ちやわ。画像歪んでるとか言ってるやつはダサすぎる。そらペラしなんやから歪むやろ。それに2とは角度違うし2を画像加工したわけではない。確かに角度が違うんですよね。ID つけたらつけたでこれだよ。さっきの糖質といい、なんなんだ。アフィ連呼してたやつも飽きたことだし、クズハの配信見てくるかな。人間性が歪んでるからやろバカアフィ。なんでお前らって捏造に騙されるん？そんなバカだっけ？だからアフィに踊らされるんだぞ。そんなつやかないけど、もし昔あったアカウントだったらなんでその画像持ってるんや。この画像のことですね。名前で検索しましたが確かにいませんね。ってことはこの画像で位置を貶めようとしたのでしょうか。怖いな、なんじい。これが健常者の反応なんやけどな。わからんわ。128のアカウント見てきたら本当になくてくさ、どういうことやねん。それに騙されるんが今の南西民ってことやな。まあこんな見た目してるらしいし仕方ないよね。あんまり伸びなかったな。だって大した額じゃないし。とこんな感じでスレは落ちていきました。位置が本当に投げ銭に使ったのかはわかりませんが、こういったことをしてる南西民は多いようですね。短かったのでおまけとして VTuber 関連のスレをまとめていきます。 VTuber にハマってはいけない理由、案の定バチャブタブチ切れ。問題の画像、なんだこれ。言いたいことはわからんでもないが、何に金を使うかは自由だぜ。そしてさらに画像が貼られました。どうやらバチャブタの反論のようです。それを理解した上で楽しんでいるようですね。この信者の攻撃性やコンテンツのカルト性、加えて洗脳から目を覚まさせる難しさ、やっぱ統一壺カルト信者と顔なしってそっくりだよな。このまとめでもまだぬるいと思ってしまうわ。あのおぞましさはちょっと言葉では言い表せない気持ち悪さ。
正直キャバクラ化してんのがマジで危険だと思う。と言っても弱者さんの桃源郷ならそっとしといてあげた方がいいのかもしれんが、まあ手遅れになって嘆くのが楽しみではある。こんな風にバカにされていますが、今の南 J で伸びてるスレは VTuber の実況スレです。私は1日1回南 J や VIP の伸びてるスレを確認しますが、野球がない時は南 J で伸びてるスレはマジで VTuber 関連だけっすね。私からすると南 J イコールバチャブタって認識なんですよね。ちなみに VIP で伸びてるスレは大体スクリプトで荒らされているスレです。VTuber にハマることができた人生と、VTuber にハマることなく過ごした人生どっちが楽しいと思う？2チャンネルにもそれって言えますよね。無気になって何かを途絶えさそうとしてる人より何かを楽しんでる人の方がいいよな。一定数バチャブタがいるので反論する人もいます。スパチャ説教食らって落ち込んだ素振り見せたらそれだけで100万円以上の慰めスパチャ来たらしいな。楽な仕事だよなほんと。もしかしたら叩いてる人は嫉妬で VTuber を叩きたい人が多いのかもしれませんね。でもゲーム実況者に入れ込む気持ちは1ミリもわからん。2、3年くらい前だとオタクの間でもスパチャとか金の無駄って空気だったのに、最近は趣味だからいいだろで開き直ってるやつが増えたな。まずメインコンテンツがゲーム実況ってのがきつい。歌や踊りでそのキャラのカラーでも見せてほしいもんやが中身がない初音ミクのがなんぼかアイドルしとる。この人たち叩いてるけどめっちゃ詳しそうですね。とこんな感じで罵りあったり煽りあったりしてスレは終わりましたとさ。バチャブタワイくん、目が覚める。なんやこれ。半年間の課金額の推移ですね。最初1万円だったのに徐々に進んで半年で10万の大台です。リアリティがあっていいですね。ここ数ヶ月で何があったんや。たったの上限赤スパ2回分やん。もっと見つけ。アホよなや。Y の10万やぞ。少なすぎって意味だよな。知らん女とその彼氏のラブホ代&ゴム代貢ぐのようやるな。ここでもバカにされてます。なんやねん今月のスマホ代高えなと思って調べたらこれや、全部スパチャや。ネット通販やクレジットカードもそうですが、現金じゃないといくら使ってるかわからない人が多いのでしょうか。楽しかった。反応は面白かった。5秒で終わった。やはりどこも同じようです。まあ向こうからしたらスズメの涙程度の金額だから気にするなよ。昨日の配信だけでこの5倍は稼いでたな。悲しい。V 豚ってマジでバカなんだな、ドン引き。ほんまに冷めたんか。パチンコ負けたと思えばまあ。そんだけ払って5秒か。まあ個人の趣味やからどうでもええんやけど、Y なら風俗行くわ。総額30万近くスパチャしてたってわけ。5月以前もスパチャしてたから少なくとも50万はスパチャに消えた。Y のお金は、金でしか振り向いてもらえない悲しき怪物。振り向いてもらえる時間わずか5秒。たった50万で気づいてよかったやん。税民って地味にアホばっかだよな。地味にどころかVIPと同じでアホしかおらんでしょ。冷静に考えると AKB の握手券より悪毒悲惨で惨めな貢ぎよな、気が狂っとるわ。Y の推し何人か引退してるんやが、スパチャしないとこの子も消えるかもしれんと思ったらスパチャやめれんくなった。じゃあやめちゃダメじゃないですか。スパチャしても結婚とかでやめてくぞ。ことぶき退社や、中に人がいる時点でいつかは消えるぞ。正体不明ならなおさら、なんか草。あれ、中に人がいなければ問題ないんでしょうか。私気づいてしまいましたよ。これ将来的に AI でできた中の人がいない VTuber 出てきますね絶対。いかがでしたか？わずか5秒かまってもらうために課金する人たち。石油王でしょうか？やっぱ課金するならソシャゲですよね。手に入ったキャラや武器はずっと残りますからね。皆さんもソシャゲや投げ銭やパチンコ、好きなところにジャブジャブ課金しましょう。あ、猛者になるとパチンコしながらソシャゲするらしいですよ。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。